中川源流とモニュメント対流寺ロープウェイから望んだ。中川中川は、徳島県を流れる中川水系の本流で、一級河川。関川流路延長 125km と、徳島県内で最も長い河川である。最も良好な水質として、清流四国一に選ばれた。昔は、長川と呼ばれ、地域名の、 蝶の国に由来すると思われる。蝶の国の名称は日本初期に長、長などと書かれた。奈良時代に阿波国長郡と改名されたが、この名が定着したのは平安時代頃だと言われる。河川は江戸時代まで長川、長川などとも書かれていた。徳島県長郡長町北等北側の鶴木山三景二郎牛に源を発し、河野世峡を経て、 南流の後、東流。北東流に転じる、中流域では著しく蛇行する。平野に出る、下流域で再び東に向きを変え、阿南市、辰見町と阿南市中川町、中島の境界から、紀伊水道に注ぐ。徳島県唯一の県内に源流があり、流域が県内のみで、県内だけを流れる一級河川である。中川の紹介として、 吉野川に次いで、県下、第二の大河といった類の河川紹介がしばしば見られるが、吉野川は、高知県分 85km を除くと、関川流路延長は 109km であり、県内の長さの順位としては 125km の中川が第一である。長郡長町、阿南市河川法大史上第一項の規定により、河川法適用河川中川の視線。 は川として認定した。かつては、長郡長町に細河置ダムを建設する計画もあったが、地元住民、自治体の猛反発を受けかめ石塚建設省が中止にした。結果、中川上流部の自然は残されたが、その一方で、村条役がダム問題で自殺に追いやられたり、水没予定だった地域の道路改良が後回しにされ、続けて、 未だに不便を強いられているなど長年の行政のあり方は過去を残した。また既存の長安口ダムにおいて流入大差で貯水能力が低下し、中川から取水している阿南市などでは水不足の懸念から対策が要望されている。麦線中川協梁、をありがとうございます。